ことが起きたのは2015年の札幌対千葉戦。0対1で千葉がリードしていた後半19分、荒野が放ったヘディングシュートをゴールキーパーの高木がなんとかかき出します。トクラはボールが完全にゴールラインを割っていたことを真横から見ていたため副審にゴールをアピールします。しかし副審はゴールの瞬間が見えなかったのかゴールを認めませんでした。この判断に怒ったトクラはペットボトルを副審に投げつけて猛抗議。異議を唱えたことに主審から警告されてしまいました。当たらなかったから良かったものの最悪傷害事件になりかねない事件。これがレッドカードではなかったのが不思議な瞬間でした。